大木希少は、千葉県君津市出身の元プロ野球選手、宇藤左だ。卓職大学紅三笹高等学校では3年生の、夏の第91回選手権大会、千葉大会での準優勝が最高成績で、全国大会出場経験はない。1歳下の後輩に、加藤隆之がいる。高校卒業後は、日本大学に進学し、 公式野球部に入部したが、2年時に当時の監督と折り合わなかったことを理由に退部し、大学も中退した。1年のブランクを経て、2012年12月9日に行われた四国アイランドリーグプラスの2013年度ドラフト会議により、香川オリーブがイナーズに入団した。2013年には32試合に出場し、打率200に打点だった。 2014年は主に外野手として公式戦に出場し、シーズン終盤は1番、中堅手に定着した。2015年は右翼手と二塁手を務め、8月の月間打率が356の成績で月間 MVP を受賞した。シーズン通算では68試合に出場し、打率327。 投塁数43で、首位打者と最多投塁のタイトルを受賞した。首位打者と最多投塁の2冠は、リーグ史上初で、43投塁はシーズン80試合だった2009年に、河西大一が作ったチーム記録を68試合で更新した。2015年10月22日に行われた、プロ野球ドラフト会議で千葉ロッテマリーンズから、育成ドラフト1巡目で指名され、 支度金300万円、年俸300万円の条件で入団、背番号は121となった。2016年1月7日に神奈川県在住の女性と結婚し、入籍した。7月29日に同期入団の柿沼智也と共に支配下選手登録され、同時に背番号が68に変更された。イースタンリーグ公式戦には二類種、遊撃種、 外野手などで出場し、チーム最多の16盗塁を記録した。2017年、9月21日に出場選手、登録され、同日の対埼玉西武ライオンズ戦において8回表に、ダイソーでプロ初出場し、9回表に迎えた、初打席では2塁手への直飛球で凡退した。9月29日の対オリックスバファローズ戦では9番、3塁手で、 プロ初先発出場し、3回裏の第一打席で、初安打を放ち、直後に初盗塁を記録した。2018年は4月21日に出場選手、登録され、その日の対埼玉西武ライオンズ戦で8回の、裏に守備についたが、その翌日の4月22日に一軍登録を、抹消された。最終的にこのシーズンは、この1試合のみの出場に終わった。 2019年は一軍出場の機会がなかった。レギュラーシーズン終了後の10月3日に、球団より来期の契約を結ばないと通告された。引退後は、教員免許取得を目指し学生をしている。50メートル走のタイムは5秒8を記録し、打席から一塁までは4秒を切る。ありがとうございます。